お元気ですか？谷村新司です。この一週間、元気に過ごしてましたか？どんな状況でも、変わらずに流れていく日常。そんな中でも、ささやかな楽しみを発見すると笑顔が戻ってきます。さあ、ゆっくりとコーヒーでも飲みながら、谷村と一緒にラジテレ始めてまいりましょう。さて、今回のテーマは金魚です。英語で言うとゴールデンフィッシュかな？金魚。まあ、我々昭和時代に生まれた人間にとって夏の風物詩とも言えるのが金魚。それと、風鈴の音。これがやっぱり昭和の夏って感じしますよね。暑い日差しの中で、遠くから聞こえてくる金魚売りの声。今もう聞けなくなりましたね。なんかね、地方によってその売り声っていうのは違うらしいんですけども、僕らが聞いてたのはね、金魚、金魚、みたいなやつ。あと、他にもね、金魚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 っていうのもなんかあるらしいんですけども、その物売りの声。これも、だんだん聞かれなくなっていくっていうのはちょっと寂しいですよね。あの頃、丸い金魚鉢の中で金魚を飼っていった。そんなお家が多かった。そんな記憶があります。風鈴の音と金魚鉢、昭和の夏そのものの風景だったような気がしますね。夏祭りの出店にも金魚すくいっていうのが必ずありました。針金で丸い形の紙を貼っつけてすくうやつ。あれを何ていう名前だったんだろう。一時ずいぶん悩んだことがあったんですけども、調べたらポイという名前でした。ポイポイとすくうっていうあのポイ、あれを手に持って、10円で1枚だったかな、必死で金魚を追いかける。でそのポイが破れたらもうそこで、ゲームオーバー、だから上手な人いましたね。ポイの端っこの方に金魚を引っ掛けて、取るみたいな、ちょっと上級生のお兄ちゃんお姉ちゃんたちのテクニックっていうのを子供心に盗もうと思って必死に見てたっていう、そんな記憶がありますね。